皆さん、こんにちは。2022年9月に、ミスタージャイアンツこと長嶋茂雄さんが救急搬送されたことが報道され、話題になりました。昭和を代表する大スターの病状に注目が集まりましたが、現在の長嶋茂雄さんはどのような状態なのでしょうか。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。まずは、長嶋茂雄さんのプロフィールを見ていきましょう。長嶋茂雄さんは1936年2月20日生まれ、千葉県印旛郡碓井町の出身です。長嶋茂雄さんは2024年で88歳になられます。日本野球界のレジェンドである長嶋茂雄さんは、現役引退後も監督を務めたり、人柄の良さから人気があるため多数の企業の CM に起用されたりするなど、常に日本に元気を与える存在でした。2004年に脳梗塞を患って以降、入院することも多かったと思いますが、現在の自宅はどちらにあるのでしょうか。調査してみました。長嶋茂雄さんは世田谷区上北沢に豪邸を所有されていることで有名でした。4人いるお子様が生まれ育ったのも上北沢の自宅だったそうです。ですが、そちらの自宅は1980年から2001年頃まで中曽根康弘元内閣総理大臣に貸し出されていたそうです。その後その物件は売却され、その買い手は佐藤栄作元内閣総理大臣だったそうです。長嶋茂雄さんから中曽根元内閣総理大臣に貸し出され、その後佐藤栄作元内閣総理大臣が住んだ場所は、現在2024年はマンションが建てられているようです。なんとも験の良さそうな物件です。現在の長嶋茂雄さんのお住まいは東京都大田区田園調布の3丁目にあります。高級住宅街として有名な田園調布の中でも、3丁目4丁目は群を抜いた高級住宅エリアと言われています。立ち並ぶ住宅は全てが大豪邸と呼ぶにふさわしい豪華さです。長嶋茂雄さんの自宅は地上2階地下1階の3階建てで、敷地面積は590平米もあるそうです。2019年の評価額としては6億3000万円もするとのことでした。建物自体は2017年には外観をリフォームしていたそうなので、建設当時よりもさらに豪華さを増しているでしょう。地元の方も長嶋茂雄さんの住まう町として誇りに思われているようです。長嶋茂雄さんは2004年に脳梗塞を患って以降、時々東京ドームに訪れているのが公開されるぐらいで、基本はリハビリを続けている生活です。ですが、読売ジャイアンツ終身名誉監督、株式会社読売巨人軍専務取締役に就かれており、その報酬は年間1億円だと言われています。現在では CM などにも出演できる状態ではないため、仕事としてできることはそれだけではないかと思われます。その他には、長嶋茂雄という名前を商標登録しているので、名前を使ったグッズなどの権利収入があると思われます。2022年9月、自宅で頭痛などの異変を自ら訴え、東京都内の病院に救急搬送されてそのまま入院したという報道がありました。ファンは心配しましたが、すぐに巨人軍から意識ははっきりしているとの発表がありました。検査の結果、脳内に出血があったことが認められたそうです。それ以降、2024年現在もまだ入院は続いているそうですが、入院された病院はどこなのでしょうか。入院先として可能性が高いとされているのは東京女子医科大学病院です。長嶋茂雄さんは2009年に脳梗塞を患った時と、2018年に胆石が見つかった際に入院したのが東京女子医科大学病院だったそうです。長嶋茂雄さんは評価額6億3600万円の自宅をはじめ、世田谷区の賃貸マンションなど5つの不動産を持っています。それらを合わせると約17億円の総資産になる計算が出ています。不動産に関する資産だけでもこれだけあるので、実際はもっと大きな金額になるでしょう。息子である長嶋一茂さんは、揉めたくないので父の財産は全部放棄していると言っておられますが、やはり権利の問題で家族間の関係がうまくいっていないと報道されています。長嶋茂雄さんの脳梗塞は後遺症で言語障害や半身不随、上半身、下半身、左右半身のいずれかの可能性があります。
現在は自宅療養と病院でのあらゆるリハビリなど言語訓練を行う日々を送っています。そんな長嶋茂雄さんと息子の一茂さんは絶縁状態だということを週刊文春が報じたことがありました。長嶋一茂さんに文春の雑誌ゲーテのエッセイについて親子の取材を試みたとき、あなたたちに協力する気はないと拒否されたそうです。文春だけではなく他の週刊誌にも取材拒否をしていたそうです。その理由は長嶋一茂さんと長嶋茂雄さんの絶縁が原因だとされています。文春では長嶋茂雄という商標登録をめぐる一茂さんの長嶋企画と妹でテレビ朝日アナウンサーの美奈さんのオフィス N の確執の経緯を詳細に記事にしていました。ここでは簡単に絶縁理由を説明すると、2009年の長嶋茂雄さんと一茂さんの骨肉の争いが原因だとしています。当時の一茂さんはプロ野球選手を辞めてバラエティ番組に出演するようになったのですが、番組スタッフや関係者に頼まれて父親のトロフィーや私物、母親である明子氏の遺品などを一茂さんが無断で大量に売却してしまったというのです。これが原因で長嶋茂雄さんの肖像権を管理している会社オフィス N は次女で一茂氏の妹にあたる長嶋美奈さんが社長を務めているのですが、長嶋茂雄の肖像権があるため一茂さんと長嶋茂雄さんが一緒の過去の映像写真の使用許可は NG となってしまったという経緯があります。要するに一茂さんが父親と妹たちに絶縁されてしまった状態だというのです。長嶋茂雄さんには子供が4人いますが、この騒動がきっかけで一茂さんだけ遺産放棄させられています。だからバカ息子と呼ばれているのだそうです。2010年3月には長嶋企画は商標登録を正式に破棄し、一茂さんは長嶋茂雄さんと家族から距離を置かれ、どうしようもない状態の時に明石家さんまさんに拾われてワイドショーやバラエティ番組で活躍するようになったのだそうです。一茂さんも当時のことを反省しているようですが、長嶋茂雄さんから絶縁されてしまったことでどうすることもできない状態にあるそうです。そんな病と戦っている国民的スター長嶋茂雄さんの奥様長嶋昭子さんにまつわる噂も調べてみました。長嶋昭子さんに衝撃の噂が浮上していました。その内容とは、長嶋昭子さんには万引き癖があったということです。具体的には学生時代から慢性的な万引き癖がある、結婚後も田園調布自由が丘周辺の商店街で万引きを繰り返していた、昭子夫人の万引きはミスターの奥さんということで地元住民は黙認している、昭子夫人の万引き癖は地元では有名な話といったものでした。これが本当ならかなりの衝撃です。長嶋昭子さんに浮上した万引き癖の噂、真相はどうなのでしょうか。この噂はどうやらアンチ長嶋茂雄が流したただの噂でした。何でも長嶋茂雄さんの監督時代に読売ジャイアンツの成績が芳しくなかった際にアンチ長嶋茂雄が腹の虫が収まらずにこのような噂を流したとのことです。とんだ迷惑な話です。そんな長嶋昭子さんは2007年9月18日の早朝に64歳という若さで亡くなりました。死因は心不全とのことで、最後は東京都内の病院で息を引き取ったとのことです。しかし長嶋昭子さんの死因は実は自殺だったという情報が流れたことがあります。何でも都内の2億円はするという高級マンションの広いリビングダイニングで首を吊ったと噂されているのです。どうしてこのような噂が流れたのでしょうか。調べてみると自殺説が流れた主な原因は3つありました。1つ目は死因が心不全とされたことです。何でも報道業界で死因を心不全と報道するのは、がんなどの病名を公表しないまま亡くなってしまった場合や公にできない死因の場合に用いることがあるとされています。2つ目は長嶋昭子さんの葬儀が家族のみの葬儀だったことです。国民的スター長嶋茂雄さんの奥様の葬儀が友人の一人も呼ばれなかった密葬だったことから自殺説が流れました。長嶋昭子さんの友人だったデヴィ夫人が最後にお別れを言えなかったのがとても残念だったとコメントしています。3つ目は
かねてから噂されていた夫長嶋茂雄さんの愛人説が関係していました。何でも長嶋茂雄さんが2004年の3月に脳梗塞で倒れた現場が自宅ではなく愛人の家だったという話があります。愛人から長嶋家に連絡が入り、長男の長嶋一茂さんが自宅じゃない家から病院に搬送されるという事態はまずいと考え、一旦長嶋茂雄さんを愛人宅から自宅に運び、それから救急搬送したとのことです。脳梗塞という病気だったため、この時間のロスがその後の長嶋茂雄さんの後遺症に大きく関係していると誠しやかに噂されています。このことで蓄積されていた長嶋昭子さんの心労がさらに重なってしまい、自殺してしまったという内容です。長嶋昭子さんに流れている自殺説ですが、実際のところはどうなのでしょうか。長嶋一茂さんの発表したところによると、長嶋一茂さんファミリーと一緒に食事をした長嶋昭子さんは、長嶋一茂さんが運転する帰りの車の中で突然苦しそうな様子を見せました。そのまま都内の病院に運んだものの、病院に着いた時にはすでに長嶋昭子さんの意識はなかったそうです。駆けつけた夫の長嶋茂雄さんが何度も夫人の名前を呼ぶも虚しく、長嶋昭子さんはそのまま息を引き取りました。長嶋昭子さんの死因についてはいろんな憶測が飛び交っているものの、結局謎ということで自殺説は一部で都市伝説化しているようです。長嶋昭子さんの死因については謎のままですが、一部では若い頃から長年の間膠原病を患っていたという情報があります。膠原病とは細胞間を結びつける組織、結合組織などに炎症が起きる病気の総称であり、全身の血管や皮膚、関節、筋肉に炎症や痛みが起こることがあります。膠原病の原因は不明で、自己免疫現象が関与していると考えられています。膠原病といっても一人一人で異なるため、同じ名前でも様々な種類があり、長嶋昭子さんの具体的な症状は明らかになっていません。長嶋昭子さんのお墓はハワイにあります。生前の長嶋昭子さんはハワイが大好きだったので、そんなハワイのお墓で眠れたらきっと喜ぶとのことでハワイに建てられました。長嶋昭子夫人はあまり表舞台に出る方ではありませんでしたが、どのような人だったのでしょうか。ここで長嶋昭子夫人の簡単なプロフィールを紹介します。長嶋昭子さんは旧姓を西村昭子といい、1943年1月5日東京都渋谷区の出身です。長嶋昭子さんは夫となる長嶋茂雄さんと出会う前までは外務省に勤めることが夢だったと言われています。長嶋茂雄さんと出会っていなかったら外交官になっていたかもしれません。1964年の東京オリンピックで堪能な語学を操ってコンパニオンとして活躍していたところに、長嶋茂雄さんに一目で見初められました。いわゆる一目惚れです。その後長嶋茂雄さんの猛アタックの末、出会ってから40日という早さで婚約に至りました。長嶋昭子夫人の父親は西村光雄さんといって出版社の社長でした。昭子夫人は社長令嬢だったということになります。父親の出版社は内外出版社といって、現在は本社が東京都台東区に所在しているとの情報がありました。長嶋昭子夫人の祖父はかなりの文化人でした。お名前を西村辰五郎さんと言います。祖父の西村辰五郎さんは東雲堂書店という出版社を経営する傍ら、自らも西村陽吉という名前の歌人として活躍していました。口語短歌の先駆け人物の一人としてその名を連ねています。ちなみに祖父の西村辰五郎さんには子供がいなかったことから、父親の光雄さんを養子にとって育てました。つまり祖父西村辰五郎さんと長嶋昭子夫人の間に血縁関係はないとのことです。長嶋茂雄さんの奥様昭子さんはかなり美人だと評判でした。若い時の画像を見てみると色が白くて小顔で、女優さんといってもおかしくないレベルの美人さんです。そして晩年の昭子さんもこれまたお美しいと評判でした。いかがだったでしょうか。今回は長嶋茂雄さんの近況とご家族について見てきました。
長嶋茂雄さんが2023年11月にファンイベントに参加したことが話題となっていました。車椅子姿でサプライズ登場し会場を沸かせたようです。長嶋茂雄さんの姿に勇気と感動をもらったという声が殺到したといいます。昭和から日本に元気を与え続けてきた長嶋茂雄さん、今年88歳というご高齢になられますが、病気を克服し元気な姿をまた見せてほしいものです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。